白色の部分で囲まれた一帯は、シリア社会民族党の党首アントン・サー・アーデーが提唱した中東一帯に建設される統一シリア国家の範囲。大シリア主義は、シリアを中心に発達した民族主義の一種。アラブ世界において数少ない国倉、農耕地帯である、シャーム地方とも重なるシリア地方は元来は、 大シリアと呼ばれる文化的共通地帯であり、シリアを中心に統一された国家を築くべきとする、主張を胸とする。場合によってはこれに、エジプトイラクキプロストルコの一部をも含める場合もある。明確な提唱者は存在しないが、この大シリア主義を掲げる政党としては、レバノンで設立されたシリア社会民族党がある。ただし、シリアの政治家は、 多かれ少なかれこの大シリア主義を何らかの形で持ち合わせてきた。特に第一次世界大戦後にはフランスニ民党治療シリアフランスニ民党治療レバノンにおける反仏闘争の支柱となった。第二次世界大戦後にはアラブ民族主義と連携し時には対立することとなった。百七十五年に発生したレバノン内戦へのシリア介入の意図の一つとなったが、 現実には、キリスト教マロン派のフェニキア主義、パレスチナ解放機構のパレスチナナショナリズムやイラクの軍事政権、バーストー政権のイラクナショナリズム、クルド人によるクルドナショナリズム、ドゥルーズ派の独自路線、1980年代以降のイスラム主義とぶつかることとなった。ありがとうございます。